小林理子選手です。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あ、今日もいい笑顔ありがとうございます、はい、あの今回は先月行われたアルテミス賞レースの優勝報告会ということでいらっしゃいました、はい、おめでとうございました。ありがとうございます。いや、ビッグレースの優勝ってやっぱり嬉しいでしょ。いや、6回チャレンジさせていただいてやっと取れた優勝だったのですごく嬉しいです。そんなにチャレンジしてた。そうですね、いつもアルテミス賞を走らせていただいて、うん、2着はあったんですけどなかなか優勝が取れなくて、でやっと取れたので、うん、素直に、はい、嬉しかったですね。本当に優勝するのって大変なんですね。でもガールズグランプリの初代女王ということでなんかいつも優勝してるような感じもしてたんだけど、いやもうビッグレースのタイトルはそれこそその、うん、グランプリから一度もなかったので。え、そうだっけ。はい、結構2着は多いんですけど、グランプリのその後2着もありましたもんね。そうですね、はい、なんで本当に嬉しかったです。そしてもう直前もビッグレース、はい、ティアラカップあったんですけど大丈夫？いや、大丈夫？怪我は、はい、大丈夫なんですけど、すごく心配で心配でと思ったらもうレース走ってたじゃない。いや、今年もグランプリ争いが結構、うん、はい、ギリギリのところにいるのでやっぱ行くか行かないか悩める順位じゃないなと思って、うん、はい、行きました。いや、その精神力本当素晴らしい。でも心配やっぱティアラカップ、うん、結構自分の中でも流れも調子も良かったので、うん、すごく狙ってたんですけどお客さんに迷惑かけてしまったんで、まあ、その分今年残りしっかり走ろうってもう一度思えたんで、うん、グランプリの可能性がまだあるのでしっかり頑張りたいです。もう青森のモーニングも頑張ります、ね、なんとか、はい、もう万全の状態だったら優勝だったよね。いやでもちょっとこう自分の中でも消極的なレースしてしまったので最終日にそこが敗因だったかなとは、はい、思います。うんうんうん、でガールズグランプリトライアルのメンバー出ましたね。はい、出ました。出ましたね。グループ A ですね。そうですね、リコさん、はい、どうですかグループ A のメンバーは。いやもう毎年本当に強い方たちが、揃うので自分もしっかり仕上げていかなきゃいけないなって思いました。はい、パッと見た時にうわナショナルチームのメンバーここにいるんだと思ってそうですね、本当にナショナルチームのメンバーすごく強いのでスピードレースになるだろうなって自分の中で、はい、イメージしてます。でも振り返ればアルテミス賞レースは梅川風子選手の後ろから抜いたんだからでも展開がすごい良かったんで、まあ、はい、今回もいい展開持ち込めるように、うん、はい、練習しっかりします。考えたらもう時間あんまりないのね。いや本当に今年もこの間始まったばっかってイメージだったのに、あっという間にもう10月11月ってどんどん汗が出てるんで、早いですよね。ねえ、でその小倉のトライアルまでも結構レース詰まってない？結構多いですね、はい、なんいや、うん、気持ち切らさずいかに走れるかが重要かなと思ってます。やっぱり気持ちなんだ。気持ちは大切だと思いますね、はい、でも体ももちろんね本当にそうですね、まずは本当この間の落車の感じでちょっと崩れちゃった部分をいかに早く直せるかがポイントだと思うんで、はい、そこを意識して頑張りたいです。今回もそうだけども前にも本当に痛い思いされてもすぐに走って優勝されたりしてましたからなんてその精神力どこから来るのその強さ教えて。いやでも本当に今回の青森もそうなんですけど、うん、やっぱ前走で落車して迷惑かけたのに本庄に来てくださって、うん、応援してくれた方がいたんでやっぱそういう人たちにも走って返すしか自分はできないので、まあ本当に皆さんに支えられてるなって思ってます、うん、やっぱりお客さんのファンの方の声援ってそんなに力になる。やっぱりなりますね、はい。どんな声かかると嬉しい。あんまりこうレース中だと聞こえてないことも多いんですけど、うん、そうよね、やっぱ顔見せの時とかに名前呼んでもらえたり、うん、頑張れって言ってもらえると頑張ろうって思いますね。今コロナ禍だから大声は出さないでくださいって皆さんにお願いするんですけどいや声出ちゃうしね確かにそうですね、はい、聞こえた方がやっぱり嬉しいよね。いや嬉しいですね、お客
客様の声援が力になるということですから、皆さんもどうぞ小林理子選手の応援お願いしたいと思います。なんといっても今年はガールズ競輪が始まって10年目、節目の年、やっぱりその節目の年のグランプリって大事よね。自分とね、そうですね、結構やっぱ今年始まってからもずっとよ皆さんに言われてるので、うん、自分の中でも意識しないようにとは思ってるんですけど、うん、やっぱ、はい、意識しちゃいますよね。そうよね、まあ、ちなみに来年はこの立川が、はいはい、グランプリのシリーズの、はいはい、いやもう立川のグランプリは補欠でしか来たことないので、はい、やっぱりもちろん来年も狙いたいですね。そうだよね、はい、毎年狙ってますよね。そうですね、はい、でも今年生きのいい新人も出てくるわけで、いや本当にどんどんレベルも上がってきてるんで。変わった、変わりましたね。やっぱタイムもそうですけど、うん、やっぱこう11秒台で走るのが当たり前になってきて、ね、結構スピードレースも増えてるので、うん、まあ、置いてかれないように必死に食らいついてるんですけど。全然置いてかれてません、ね、それこそ抜いてます。あ、今その若手の新人の選手の中で誰ですか、なんか注目されてる方とか。若手の新人って言っていいのか分からないですけど、若手かどうか、新人の中で新人選手、うん、まあ、皆さん強いですけど、うん、やっぱ今ガールズの中では、うん、佐藤美奈とか、うん、やっぱ新人くくりなのか分からないですけど、やっぱ強いなって思いますね、はい、スピードありますもんね。いや結構やっぱ一緒に走ると力の差感じますね。でもそれはまたキャリアと経験の差で、そうですね、補っていくしかないかなと、はい、思ってます。世界目指す人ってやっぱり違うよね。いやすごいと思います、はい。ちなみに今回 HPC JC 杯ということで、はいはい、そこでトレーニング積んでる方たちが、はい、頑張ってらっしゃるというシリーズになっております。はい、今回はガールズ芸人はないんですけど、はい、いやだからリコさんもいろんなトレーニング方法も考えてやってらっしゃるんでしょ。けコロナ禍に入ってからは結構いろいろ考えて、うん、取り組むようにはしてます、ね、あ、これまでと違う。もう全然違いますね、今まで。そんなに違うの。かなり変えてますね、まあ、自分の練習はもうほとんど今は一人でやることが多いので。そうなの、はい、その中でやっぱどのぐらい自分を追い込めるかがポイントだなって思ってやってるので。そうしてからでも結構成績が上がったので、うんうんうん、はい、いいのかなとは、合ってるのかなとは思います ね、はい、今年そうですよね、はい、成績は一人で孤独。まあでも気ままにできるんで。そう、はい、寂しくない。まあたまに寂しくなったらたまにバンク練習で混ぜていただいて、うん、はい、やってます。仲間の顔を見るとまたホッとするところもあるでしょ。そうですね、まあ、自分の気づかないところもアドバイスもらえるので、はい、兄弟子の方とかに一緒に混ぜてもらってたまに、はい、練習もやってます。兄弟子、あ、確かで特に頑張るあの方たちですね。そうですね、はい。そうですか。さあお話つきませんけれど、そろそろお時間がということで、この後バンク内でまた、はい、報告会、お客様の前でということになりますが、では全国の皆さんにカメラを通してどうぞ、はい、お見をお願いします。いつも応援ありがとうございます。次走も優勝目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。年末まで突っ走れ。ありがとうございます。小林理子選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。